どうも、ピティフィーです。ってことでですね、前回の動画の最後の方でもさらっとお知らせさせていただいたんですけども、現在ピティフィーは遅めの夏休みということで、10月の10日までお休みを取っております。取ってるんですが、その前にめちゃくちゃ大事なお知らせを一つ忘れていまして、帰ってきました。一時帰国。で、お知らせなんですけども、なんとですね、9月19日から10月19日まで、ファミリーマートにて、ピティフィーのオリジナルブロマイドとシールが販売されることになりました。ありがとうございます。正確には、ファミマプリントっていうもので知ってる方も多いかと思うんですが、一応知らない方のためにも説明させていただくと、ファミマにウィンって入場すると、こう、コピー機あるじゃないですか。で、そのコピー機のこの右下の青枠をピッと押してもらって、この画面になったら、ファミプリってところを押してください。で、同意事項をドゥルルルルって確認してもらって、問題なければ同意するをタップ。そうするとこんな感じで、いくつかコンテンツバナーが出てきます。それで、ここにですね、9月19日になったら、ピティフィーのバナーも出てくるので、それをタップしていただければ購入ができます。という感じです。ちなみに、今回、ピュティフィーが出すのはですね、ピュティフィーオリジナルイラストブロマイド、ピュティフィーオリジナルランダムブロマイド、ピュティフィーオリジナルランダムシールの3種類です。うち的におすすめというか、楽しみなのは、このランダムブロマイドですね。シークレットイラストもあるんで、よかったら狙ってみてください。めっちゃ可愛いです。そんな感じです。以上、お知らせでした。休暇行ってきまーす。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。早口言葉やります。バナナの謎の謎謎など謎なの謎けれど。バナナの謎はまだ謎なの謎。バナナの謎の謎謎などまだ、違う。バナナの謎はまだ謎なの謎。バナナの謎の謎謎など謎などなのだろうけれど。また次の動画で会いましょう。バイバイ。